ブータリティへようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。新ミスタードーナツの新発売されたモグッコドーナツ、オリジナルチーズ、レーズン、レーズンシナモン、そしてお店の間ふわっとうじ抹茶の、いやふわっとふわもちなんだろう、ふわもちうじ抹茶のチョコクランチとホワイトきな粉を食べたいと思います。うじ抹茶は確か前の時はこれ新作があったんですけど、赤いローカーに出たのかな。これはいざでも美味しそうですね。やっぱりモグッコの方が気になります。早速握りしめたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではオリジナルから、本当に弾力がある生地ですね。ちょっとあ、オリジナルじゃない、チーズかな、これ。こっちがオリジナル、どれがオリジナルだ、まあいいか。中身はこんな感じになります。多分これ共通でしょうね。ではいただきます。最初に食べたのはオリジナルで、2個目のちょっと黒かったのはチーズでしたね。あ、酸素があったのがあります。で、次はこちら、こちらふわもちホワイトチョコで味変したいと思います。味って言えばどこか分かりませんけど、ではいただきます。で、ラストはレーズンとレーズンシナモンなんですね。見て、レーズン2連発になったな。こっち先に食べればよくなるけど、ちょっと失敗したかなって思ってます。でも美味しそうですね、つぶつぶが。ではいただきます。わわ、この弾力本当にすごいですね。ポンデリング以上ですよ。しっかり噛み締められて美味しい。この生地でもっといろんな味を食べたくなる、そんな生地ですね。チーズの香ばしさやレーズンの甘酸っぱさ、シナモンの香りともよく合っています。え、パンのふりしてて、なんでわざわざパンのふりなんかするんだろう。ドーナツもパンの一種ではありませんでしたっけ。いや違うのかな。まずふわもち抹茶ドーナツにつきましては、本当にふわもっちりとした生地の外側にあるチョコクランチやきな粉の香ばしさと抹茶の相性が良くて、とっても美味しかったです。で、続いて今回の本命であるこのムギュットドーナツ、ここに今気づいたんですけど、パンのふりしてあなたの暮らしのそばにって書いてあるんですけど、本当にまるでパンみたいな、本当にかなり弾力のあるパンみたいな食感でしたね。味噌の代表作のポンデリングが弾力と歯切れの良さを同時にやってるんですが、これは弾力を追求したような味で食感になっていました。その上でまずシンプルなオリジナルもちょっとしっかりと生地の甘さとバターの香りが口の中に漂ってきて美味しかったです。そこに具材が入るとチーズの香ばしさやレーズンの甘酸っぱさ、シナモンの香りなどが全て調和されてとっても美味しかった。しっかり噛むので満足感も得られそうですね。なのでちょっとお腹が空いた時というよりはがっつりとした食事の方が案外いいかもしれません。で、自分のこの中では最後のレーズンシナモンの香りも甘酸っぱさもあって一番美味しかったので、それを代表としてこちらの点数とさせていただきます。はい、というわけでこのシリーズまた新作出てほしいな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。